リーナです。はい、マイカです。今回はマイカの夏のお出かけバッグを紹介していきます。ティアラチャンネル。クリアだね。クリア、なんでクリアかっていうと可愛いし夏らしいから。うん、涼しげだね。そう、風がキューって通ってくる感じ。うん、このね、このね、チェーンと、ここの、ここが同じ色。金、ゴールド。中を見ていきます。うん、開けます。かーん。最初に、でっかいやつから。じゃん。鏡。こっちが鏡になってます。こっち。3C で買いました。で、扇風機。これなんか顔がついとる。これなんかピンクピンクモンスター、あのガールズトレンド研究所の、うん、ダイソーのやつ。角も入っとって可愛い。本当だ。これね、夏にはおすすめ。うん、次はあ、これ唇か。唇、唇。中も絆創膏とか入れたらね、うん、なんか薄いなくしそうなものを薄いやつ。次はこれ、結構鏡多いかも。2つ目か。これは櫛になります。うん、でこうやって。これは結構みんなこれ持ってるよね。持ってる。うん、ミラーは持ってないけど、なんかみんな持っとる。うん、これめっちゃ便利。いろんな色がある。ぐる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 って。ダイソー。ダイソーじゃない、あ、キャンメイク。キャンメイク、キャンメイク。そうそうそう。このね、綿めっちゃ気持ちいいの。綿？うん、綿じゃない。チークブラシ。そうそうそう、それブラシか。綿じゃない。あと2個ハンカチ。これはキティ、キティちゃん。色が違うの。なんかバットも同じの。あ、ゴルフしてるのか。ゴルフ。あと1つ、うん、じゃんじゃん。はい、横にハリップ。これね、あのね、エチュードハウスで買って、これ中身のリップの色と、うん、あと外側のケースみたいなやつが選べてめっちゃ便利。自分の好きな、自分で選んで好きな色が。そうそうそう、そう、好きな色。私は中は赤。めっちゃいい色。その場で作ってくれると？その場でっていうか、うん、すぐできる。へー。中身をピッて取り替えて、うん、そのケースをピッてつけたら出来上がり。へー、いいね。めっちゃ赤。今つけてる。レッド。レッド。レッド。そうそうそう。はい、以上です。ティアラチャンネル。ということで、今回はマイカちゃんのバッグ紹介をしました。このバッグの値段は、約2000円ぐらいで、セールで安くなってて、1300円ぐらいで安くなってた。お得になってた。こんな可愛いのにそんなに安いなんて、うん、そう、びっくりだ。だからみんなもね、ウィゴーにすぐ行って買ってきてね。うん、お揃いにしよう。みんなお揃いやけど、街中みんなこれ。それはちょっと怖いかな。